羽生結弦選手は2歳の頃から喘息の持病があり、4歳からスケートを始め、当初の目的の一つには喘息を克服することにあったと言われている。そして今日に至るまで羽生結弦選手はフィギュアスケートとともに人生を歩んできたと言っても過言ではない。そんなフィギュアスケートとともに歩んできた羽生選手が人生においてフィギュアから学んだことを語っていたのだった。自分が相手だから負けられない、フィギュアは野球やサッカーやテニスのような対人競技ではないから、全ては自分次第です。もちろん相手の調子が悪かったせいでたまたま勝ててしまうことは稀にありますが、ジャンプが成功する、演技がミスなくできるかは自分の問題です。むしろ自分を相手にする戦いだからこそ負けられないと思っています。テクニックや表現力、集中力などは練習やコーチのアドバイスで高めていくことができますが、いざという時にその力を出せるかどうかが一番重要だと思っています。集中力やモチベーションをどれだけ保てるか、プレッシャーをどれだけ力に変えられるか、結局は精神面で自分自身をコントロールできる強さを持った人が勝つのだと思います。自分が相手だから負けられないとは、羽生結弦選手らしくて本当に真摯にフィギュアに立ち向かってきた歴史が感じられた。無駄だったことは一つもない。試合前に緊張したり不安になったりすることもあります。でもそれはそれだけ本気だという証拠。うまくいきたいって思っていなかったら緊張もしないし不安にもならないですから。ネガティブな気持ちもどうしてそんな気持ちになったんだろうって考えられたら、プラスに変えていけると思います。そう考えるとフィギュアを通じて経験したことで無駄だったことって一つもないと思っているんです。もちろん胸を張れることばかりではありませんが、いろんな経験をしていろんな感情を知っていればそれを表現に変えられるかもしれない。怒りとか悔しさが力強いジャンプにつながるかもしれない。だからネガティブな感情からも逃げずに、一つ一つの経験を大切にしていきたいなと思っています。こんな選手だからこそスケートの神様はゆずに試練を与え、そしてそれを乗り越えるたびに進化した羽生結弦がそこにいるのか。母のおかげで強くいられる。精神面をコントロールするために身体のコンディションをベストに保つことも大切です。トレーニングのペースや量は日々自分で考えて調整していますが、身の回りのことはほとんど母がやってくれています。毎日些細な体調の変化に気づいてくれて、バランスのいい食事を考えてくれるのでありがたいです。カナダでは母と話すことも精神的にプラスになっています。母は僕を心配していろいろ言ってくれるのですが、僕がつい反論してしまうこともあります。よくある親子のやりとりだと思いますが、海外にいると母国語で話すだけで安心できる資源気になれます。母の存在は身体的にも精神的にも支えになっています。精神的にも厳しい環境の中で静かに温かく包み込んでくれる母、お母さんへの感謝の気持ちが強く感じ取れた。決して諦めずリンクの上に立ち続ける羽生結弦の覚悟が彼の一言一言から感じ取ることができ、人間羽生結弦の偉大さをも感じ取ることができた。これもフィギュアスケートのおかげというが、それは彼が全力で立ち向かい決して投げ出さないで頑張ってきたからこそである。羽生結弦は人としてもアスリートとしてももっともっと成長する予感がした。